はい、ということでですね、今日も収録終わりましたけれども、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。いやー、本当にね、あんな話やら、こんな話やら。ラジオ何初めてだったんですか？初めてです。初めてだ、はい、初めてだったんですか？初めてです。初めてだったんですか？初めてです。ああ、そうなんですね。いや、でも、本当あんな話やらね、こんな話やらね、いろいろね、引き出していただきましたけれども、ねえ、それこそね、なんか、とてもじゃないけど、ね、普段だったらいけないような話までしていただいて、どうでしたか？楽しかったです。楽しかったですか？楽しかったです。はい。すいません。はい。楽しいっていうふうに言っていただくから一番嬉しいですけれども、いや僕らも楽しかったですね、ディレクターね、すごくね、あのいろんな引き出し出していただいて、なんかそれこそね、僕なんか初めて聞くような、あと意外とゆえちは一途だぞ、そうですね、私一途だぞ、はい、っていうふうにね、またなんかよくわかんないことをおっしゃられてますけれどもでも本当に、まあ本編ね、見ていただければわかりますけれども、本当に普段ね、あの現場では聞けないようなね、話までいろいろしていただいて、本当にありがとうございます。でもね、あと、これね、あの本編聞いていただかないとわかんないと思いますけど、重大発表。そうです。重大発表。ビバお仕事。ビバお仕事。本当にね、なんかすごい発表がね、当日あるかもしれないんでね。そうですね。いや、ぜひね、楽しみにしていただければと思いますけども、ね。まあ、今日も群馬からお越しいただきましたけどね。ねえ。どうでしたか、こう鎌倉の街っていうのをこうちょっと、収録の前に見ていただいたとは思うんですけども、はい、負けず劣らずじゃない？本当ですか？いやいや、あー、群馬か、うんうん、あー、似た空気は感じましたかね、似た空気は感じましたでも結局、うん？まあでも、うんうんうん、まあまあまあ、でも結局ね、そうそう、2時ぐらいからずっとね、まあ、今、実を言うと6時半でございますけどもね、あの4時間半も一緒に起きて、そうよ、思い出して、そうそう、今日1時半からお越しいただいたってこと言ってたけど、当初ね、用意していただいたものが、ね、ありますので、ちょっと待ってください、ね。はい。ジングルベール、ジングルベール、くっ、かんねんが鳴る。今日は楽しくリスマス。はい、じゃあお持ちください。はい、はい、私のね、マッチ樋口のね、会ではお待ちになっております。恒例のサイン色紙、オリジナルサイン色紙プレゼントですね。あれ、クリスマスツリー邪魔じゃね？邪魔じゃね？大丈夫？大丈夫みたいですね。あ、これ、これ噂のあれじゃないですか？噂のあいつじゃないですか、これ。ゆえうさちゃんでございますけれどもね、ちゃんとね、いらっしゃいますね、今日も笑顔でございますね、笑顔です、若干顔似てるよ、本当ですか、若干このなんかこう垂れ目感がこう似てるって怒られちゃうんですよ、はい、ということでこちらをですね、また抽選で1名様にプレゼントさせていただければと思います。で、まあね、何度かね、ありがたいことにご覧になっていただいているね、あのお聞きいただいているね、リスナー様はお分かりになると思いますけれども、番組のね、公式のホームページ、ツイッターの方からね、応募方法の方を告知させていただきます。で、抽選で1名様にこれね、色紙の方をプレゼントさせていただければと思いますので、ぜひ、鎌倉 FM 優雅ドクソングのね、公式ツイッターの方もご注目いただければと思います。そもそもさ、現場でさ、そのサインをさ、こういう色紙に書くっていう機会は？は、うん、そうですね、マッチョさんの企画、ね、ああ、そうね、まあまあ、私の企画の時のプレゼントの色紙っていうのはある、お客さんで持ってこられる方っていう、まあ、私はその色紙には置かないですが、レアってことですね、レアです、レアです、めちゃめちゃレアってことですね、ていうか、私応募してもいいですか、どうぞ、ディレクターいいですか、ダメって言う、そうよ、そこはダメダメダメ、絶対ほんとダメって、ギリギリのラインになってますんで、このぐらいにしたいと思いますけれどもはい、ということでですね、本日もね、素敵なね、アーティスト様お越しいただきましたね、ほんと遠藤はるばる、どうもありがとうございます、ゆえちゃんでございます。でね、ぜひ放送の方もそうですけれども、ツイキャスの方もね、皆さんご覧になっていただいて応援していただければと思いますので、はい、うん、でも本当に今日はありがとうございました、うん、あの今後ともぜひまたラジオの方もね、はい、ご出演いただければ、企画もぜひお願いします、はい、ご出演でしたぜひ今後ともよろしくお願いします、はい、はい、では本日はどうもありがとうございました、ありがとうございました。